みなさん、こんにちは。チルチル商業ビール総合サイト、チルチル記者のアンリ54世と、はい、白米です。よろしくお願いいたします。というわけで、今回は、まあ、録画放送ということで、はい、いつも生放送でやってるものを今回は、まあ、ゴールデンウィークということもございまして、録画したものをあと配信する形になっております。はい、はい、そして今日はですね、なんと、ここもすでにバーンって出てますけども、はい、今日やりますのは2021年四半期ビールコミックスベスト3。はい、というわけで、私たちチルチルの、うん、まあ、商業ビール総合サイトチルチルで記者を務めている私たちが、はい、この2021年の1月から3月までに読んだビールコミックス、商業ビールのコミックスの中で面白かったベスト3を決めていこうという企画になっております。うん、まあ、これもね、また苦行みたいな、はい、苦行毎度のことながらね、選べないよみたいなね、言いながら、うん、言いながら決めたベスト3、はい、それぞれベスト3考えてきたので、はい、ご紹介していこうと思います。はい、まあ、いつもねダラダラ喋ってるんですけど、まあ、ちょっと、ね、コンパクトにまとめようという努力をね、はい、そうできればね30分でいきたい、そうそう、努力をして、はい、あの、我々も頑張っていきたいと思いますので、はい、早速第1位から、あ、第3位からごめんなさい第3位がコンパクトにね、そう、第1位はい終わりですとはやらず、第3位からちゃんとやります。はい、行きましょうね。はい、はい、じゃあ今日は白米さんからね、はい、私からいきますかね。はい、じゃあ私が選んだ、はい、第3位こちらになります。じゃん、アンデッドパピー。はーい、はい、いやー、こちらがですね、崎下専務先生の、コミックスですね。はい、で今連続で、あの、コミックス刊行されていて、はい、ね、多分皆さんもね、あんまり好き出てるってなってる方もね、めちゃめちゃ出ている。さ、他にもね、いろいろあるんですよね。あの、羽賀くんは噛まれたいとか、あとね、あの、人生計画オブジエンドとか、あの、最近もね、クソアンチのやつとかね、なんで4冊くらい出したんですか。4ヶ月連続で出てるんですけども、すごいな。まあ、ちょっとね、どれを選ぶか悩むところではあったんですが、はい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 、私はちょっとこれが好きだったので、なるほど、ね、これなんですね、こちらにしました。はい、いや、どれも良かったんですけどね。はい、はい、これは、あの、吸血鬼もの、ヴァンパイアという人外ものですね。うん、で、こちらのね、あの、書を見ていただくと、あの、銀髪の方の方が吸血鬼ということで、はい、でミハイルさんという方ですね、はいはいはい、外国の方です。で、攻めが人間の、ヨハン君っていう、はい、一応公式な設定だと28歳の攻めと、推定500歳っていう500歳、めちゃくちゃすごいね、年の差カップルということなんですけれどもちょっと変わり者のヴァンパイア人間がすごい好きみたいな感じで、一応かつてはヴァンパイアいっぱいいたんだけれども、今はなんか国の管理下に置かれているというふうな、ちょっと特殊な設定にはなっているんですよね。はい、になっていて、で、なんでしょうね、すごくこのヨハン君っていうこの、ね、人間の方がすごく子供の頃にこのね、あのミハイルが見つけて助けてあげるというか、拾って自分のこう子供として育てるみたいなっていう風なね、あの、お話になっておりまして、とにかくなんかもう子供として見てるみたいな、受けのそのミハイルはあのヨハン君のことを子供としてひたすら見ているっていうね、あの中で、一方で、いや、でも向こうは実はそうは思ってないよっていうね、あの、お父さんとしては見てないよっていう、そのね、あの、なんていうかすれ違いというか、これ結構コミカルに書かれているわけなんですよね。で、なんていうか、そのちょっと天然っぽい受けがやっぱ可愛くて、そうですね、自分のことはパパみたいな、うん、そう、親、そう、パパ、そう、お父さんって呼んでみたいな、パパって呼んでみたいな子供溺愛みたいなところが可愛いんだけど、ヨハン君はそうは思ってないっていうね、あの、でもそれが伝わってないみたいなっていうところが結構面白くて、はい、で、まあ、子供の方の、そのヨハン君の方は結構そのパパに向かって、まあ、恋愛感情みたいなのを抱いてるみたいなね、でちょっとこうムラムラしちゃう時もあって、で、まあ、そういうシーンになった時にこのね、あの、ちょっと切れちゃいましたかね、パパに向かってなんだいその、あ、みたいなね、ここはちょっとね、あの、本編読んでいただきたいんですけど、ここ一番勢いがあるところだと思ってますけれども、はいはいはい、まあ、そういうなんていうか恋愛感情なのか親子としての感情なのかっていうすれ違いがね、うん、結構コミカルに書かれておりまして、私はこれね、勢いもすごい好きですし、
ね、途中でちょっとなんかやばい電話みたいなのが出てきながらもね、本当にテンポよくお話が進むので、まあ、人外で、でまあ、人外って言いつつもそんなにヘビーな人外ではないので、そうですね、ほぼほぼ人ですね、うんうん、そうほぼほぼ人なので、あのぜひね、あのこれ読んでない方は読んでいただきたいかなって、はい、崎下専務先生エッチもすごくね、ドエロで、崎下専務先生といえばもう筋肉、ムチムチの筋肉と、あと断面図ね、そう断面図ですよ皆さん、ね、やっぱりね崎下専務先生は私も本当に大好きで、うん、全部読んでますけど、うん、もう初期作からも全部、うん、あの恋病スキャンダルっていう、はいはい、作品が私はすごい好きで、そうそうそう、だいたいちょっとあの攻めが狂気じみてるところが、うんうん、やっぱりちょっともう好き、うん、受けのこと好きすぎてちょっともう好きになりすぎて、うん、頭おかしくなっちゃってるみたいな感じの描写がすごくうまくて、私はとっても好きなんで、執着攻めね、好きな方はこの作品も結構あの攻め、うん、結構ちょっとね結構やばいやばめですよね、うん、そうだ、なんか親子なのかそうじゃないのかみたいなね、そのあたりを楽しんでいただける作品かなというふうに思っております、はい、はい、ありがとうございます。じゃあアンディさんの第3位に行きましょうね、はい、私の第3位サクサクいきましょうね、サクサクいきます、はい、はい、というわけで私の第3位発表させていただきます。はい、はい、アンディ54世さんの第3位こちらです。で I'm in love 阿部茜先生の作品です。大好き、阿部茜先生大好き、はい、もう阿部茜先生は本当に作家買いなんですよ私、うん、いやわかる、もうとにかく作家買いっていう感じの作家さんで、うん、でも結構知らない方はいらっしゃって、私は本当にびっくり、最近あの BL 読む方とかによくお会いすると、うん、して私阿部茜先生大好きなんですみたいな話すると、うん、読んだことないですみたいな人意外といて、めっちゃいっぱい出してらっしゃいますよ、絶対に読んだ方がいいです阿部茜先生は、どれも外れがない、そうで、このI'm in love は最新作でして、うん、あの本当に阿部茜先生のいいところがもうたくさん詰まった作品になってるのでおすすめしたいんですけど、うん、あのまああらすじとしてはカップリング、うん、としては、AV 男優と少女漫画家っていうカップリングになっております。で大体まあ20代くらいかなみたいな、うんうんうん、年下か年上かちょっと分かんないんですけど、うん、くらいのカップリングになっていて、でだからここに AV 男優攻めでエロ満載なのに超純愛って書いてあるんですけど、うん、やっぱ AV 男優ものってなるとやっぱエロが中心になってくる作品多いじゃないですか、うん、でもこの作品もちろんエロもめっちゃあるんですって、阿部茜先生って本当になんかなんていうの、純情でウブな、うん、なんか全然性の経験ない子なのにめっちゃこの子エロいみたいな感じのを書くのがすごい上手なので、これも本当に例に漏れずそういうキャラなんですけど、うん、AV 男優ものにしてはめっちゃ純愛だと思うんですよ。なんかやっぱ体の関係から始まっちゃうは始まっちゃうんですよ、うん、なんかその AV 男優でそのファンだった少女漫画家のまあめいちゃんがいて、その2人がまあひょんなことから出会って、でちょっと可愛いからいたずらしてやろうみたいな感じで、うん、まあちょっといたずらしちゃうんですけどみたいなとこからも始まるんで、結構その辺は王道なんですけど、うん、なんか攻めが割と普通の人で、まあ、その仕事でカリスマ AV 男優、うんうん、トップ男優みたいな感じだから、うんうんうん、仕事であのや女だけじゃなくて男の芸美の方をやってみないみたいな感じになって、うんうんうん、やることになって、でも俺男いけるかなみたいな感じになるところから始まるんですけど、もうどうしてもこのウケちゃんのことが頭に浮かんできちゃって、うん、全然仕事に身が入らなくなっちゃってみたいな、でもちょっとすれ違いが起こっちゃって、うん、でやっぱウケはウブだから、うん、その辺はもうでもこれは練習で僕は抱いてもらってるからみたいな感じになってうじうじになっちゃってみたいなところがもうすっごく可愛くて、もうなんかキュンキュンできる作品になっておりますので、ぜひこちらも皆さんも読んでいただければなと思います。あの AV 男優ものだからといってこう避けずに結構純愛好き系の人にも刺さる作品かなって、本当にエロだけじゃないぞっていう、あのピュアピュアBL が好きな人にぜひおすすめの作品になっておりますので、ぜひご覧になってください。というわけで私の第3位でございました。いや、阿部茜先生はいいぞ。本当にいいですよね。いいぞ。ぜひあのチルチル上で調べて、あの人気のやつぜひ皆様にも読んでいただきたいです。はい、はい。というわけで次って第2位。はい、あ、やばい。出しちゃった。あ、いきなり出てしまった。お、じゃあ、はい、もう一気にいきますか。はい。はい、第2位は。でん。ね、あ、私の第2位じゃあ、はい、映ってるかな、はい、はい、第2位だ、ズレン、気まぐれなジャガーと、はい、
はい、計画的ファブロフメーカー、ちょっとねごめんなさいね、マジックが極太のマジックになってしまって、はい、あれなんですけど、はい、じゃあ最初に白米さんから、はい、私の方からねご紹介しますね。はい、計画的パブロフベーカー、はい、ガチの食べられたいを堪能できると。いやもうこれね、あの、いやこれアンリさんも挙げてくれたんですけど、最初に私はこれをもうちょっと挙げてたんですけど、かぶったと思ってこちらね、あの本当年下攻めが好き、私も大好きなんですけれども、年下攻めとか、あとお料理男子とかが好きな方にも ね、ぜひおすすめしたいかなっていう作品なんですけど、意外とチルチルの中だとなんかその目立つ作品ではないというか、あのそうですね、なんか私はもっとすごく評価されてほしいと思っていて、うん、隠れ名作だと私は思っているんですよ。本当にそうかもしれない。でなのでちょっとこれいい機会なのでちょっとご紹介させていただきたいんですけど、つしこ先生の作品で私も結構注目しているんですけれども、これはあのまあ、ガチャの食べられたいってどういうことかっていうと、なんかよく BL の中で食べられたいとかっていうセリフってよく出てくるじゃないですか。なんか食べたい食べられたいみたいな。でなんかそういうのって、そうそう、そういうのってなんかちょっとエロい風のそのエッチのシーンとかでなんか使うセリフみたいな風に思うんですけれども、これはあの受けのこのまあ肉バルみたいなところで働いてるあの料理人が受けなんですけれども、が本当に食べられたいみたいな。料理が好きであの美味しいものを食べてる姿がやっぱ好きっていう、そういう風なあの人なんですけど、それを美味しそうに食べてるのを見ると自分もああいう風に食べてもらいたいって思っちゃうっていう謎の性癖を持っているっていう、ちょっと変態っぽいですよね、でこのタイプってあんまりいないですよね。そうですね、本当に、うん、噛まれたいとかはあるじゃないですか、でも食べられたいっていうね、そうっていう、そう本当になんかその 食物として食べられたいみたいな願望のあるちょっと変わった性癖のあるあの、まあ、キャラが受けなんですよね。であのその調理をしてる時にいつもその高校生がこうじっと見てくるっていうところから始まって、外でね、外の窓から調理してるところをこうじっと見てくる学生がいる。で それが気になって、まあ、食べさせたいなって、食べさせてあげたいなっていうことで、はい、まあ、料理を振る舞うみたいなでお店で食べさせるところからじゃあ今度うちに来るみたいな感じで結構グイグイこうなんか進展していくというか、家に行くまでが早いなみたいな部分はやっぱあるんですけれども、で料理をやっぱ美味しそうに食べているのを見て、ふとこうポロッとあの自分を食べられたいみたいなことをポロッと言っちゃうんですよね。でなんかやべえみたいな感じになるんだけど、ここまで来たらもう行ってしまえみたいなので、まあなんかそういう願望があるっていうのを伝えて、これは惹かれるだろうなっていうふうに思ったら、いや自分にできることだったらやりますよみたいな感じで向こうが意外と乗ってきたみたいな、はい、でなんかそのまあ最初は首とかからこうガブって噛んでもらってガジガジしてもらって、それがやがてなんか足とか耳とかなんかね、どんどんエスカレートして今度お尻とかっていう風なところをガブガブしてもらうっていうところをね、っていう風なところでちょっとこうエッチな方向に行くみたいなお話なんですけど、この本当になんかその食欲と性欲とあと恋愛感情みたいなものが本当にうまくこう混ざり合った作品だなっていう風に思っていて、で、まあ、そういう風ななんか本当に今までいなかった食べられたい噛まれたいっていう風な感情を堪能できるっていうのもあるし、あと単純に出てくる料理がめちゃくちゃ美味しそう、わかるわかる、めちゃめちゃ本当にお腹すく感じの漫画だし、あと食べているこのセメ君が食べているところも本当もぐもぐ男子が好きな人にはたまらない描写なんだなっていう、かる、本当に美味しそうに、本当に寿子先生美味しそうに描写されるんですよ。でなんかあのやっぱ男の人、まあ、女の人もそうなんですけどが食べてるところって、うん、なんかちょっとなんだろうな、分かんないけど無防備な感じがするというか、うん、なんか本能を見せられてる感じがして、うん、なんかその辺にもちょっとなんか燃えれるというか、うん、そういう部分もあるかなとすごい思いますね、うん、そうなんですよ。だからそういうね、なんかあの高校生とこのね料理人のちょっとなんか不思議な、ね、あの欲の満たし方みたいなところから始まっていく恋愛ということで、これはね本当私はぜひ皆さんに読んでいただきたい。なんか私この学生の子が、うん、攻めの子がなんかなんだろう、結構何疑問を持たず噛み始めて、うん、そう、しかも結構その相手のことをちゃんと伺いながら、うん、これはどう、これはどう、うん、ここまではどう、うん、みたいな感じでなんかちゃんとそう
受けのことを思いやってなんかやってる感じがすごい良かったですね、うんそううん、そうでねこのねあの攻めの子もなんか純朴な感じがねまたいいんですよ可愛いんですよと、うん、いうことで、ね、ぜひこちら、はい、あの隠れ名作と私は思っておりますので、はい、隠れじゃなくぜひ名作にしたい超名作にしていこう、はい、来年のビエラアワードで受賞させたい、うん、させたい本当に本当に素晴らしい作品です、はい、ぜひ読んでみてください、はい、ありがとうございます。じゃあアンディさんの第2位ですね、さっき出ちゃったんですけどフライングしてしまった、はい、フライングして申し訳ございませんでした、はい、名作ですねこれも、はい、気まぐれなジャガーでーす、はい、ついに4巻が出まして、はい、完結をしたということでですね、まあ、シリーズものなんですけど、はい、ちょっとここを許してほしいなってことで、はい、あの入れさせていただきました気まぐれなジャガーね、はい、まあ、あのこの4巻の表紙よりも1巻の方が見たことある人もしかしたら多いのかなと思うので、うんうん、ちょっと出すんですけど でかいかもねすいません、はい、ドーンってなりましたが、はい、これはね有名な有名な、ね、めちゃくちゃ有名でこれなんか一度皆さん、まあ、見たことあるなみたいな人結構いらっしゃると思うんですけどね、はい、でこの作品なんですけどここにねどうして今まで積んどくしてたのめちゃめちゃ尊かったですって書いてあるんですけど私この作品超積んどくしてたんですよ、はい、あのめっちゃ積んでて読んでなかったんです、はい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 、ずっとでこの気まぐれなジャガーっていう作品を私が最初知った時にこの第1巻の表紙がこうあって、うん、あ音楽ものなんだみたいなギターを弾いてて、うん、しかもジャガーっていう名前が題名に入ってるみたいな、うんうん、バンドものかなみたいな感じで、うんうんうん、ちょっとバンドものが地雷なところがあってそうなんです意外にちょっと音楽系ちょっと地雷なんですよ。であのちょっとでもめちゃめちゃ人気だから買うだけ買っとこうみたいな感じで買ってたんですよ、うん、でしかも私あんまりこの表紙の感じがなんかこうイケイケ、うん、イケイケバンドマンみたいな感じじゃないですか、はい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 、かっこいいしねそうイケイケバンドマンかみたいな、うん、私燃える自信ないなって思ってたんですよ。でも、ね、ところが私は勘違いしてました本当に申し訳ないですこのまたちょっとデンってなりますけど第2巻、はいはい、デンこの第2巻の表紙を見るとなんかだいぶ違うそうなんですよ全然誰みたいな、うん、で私これ最初別のスピンオフのカップが出てきたのかと思ったんですよね。それが全然違ってこれ過去の2人なんですよ。でこの一番表紙にいるこの子はこのなんか抱かれているこの幼い超美人の、はいはいはい、抱かれているこの超美人の子 で、はいはいはい、でしかも攻めがメガネ攻め、はいはいはい、真面目そうなメガネ攻めで私メガネ攻め大好きなんですよ。いや最初に言ってくれと、うん、知らんかったやろ俺は知らんかったよだって超いいカフェやないかってなって、うんうんうん、もうこれ読むしかねえと思って読んだんですよ。で私4巻が出たタイミングで読んだので、うん、一気読みしたんですよね、うん、もうね最高でした入れざるを得なかったここに最高すぎてあのまあ話としてはだからさっき言った通りバンドもので、うん、その伝説のバンドのギタリストの受けと、うん、その音楽系のライターみたいなのをやっている攻めの話なんですけど、うん、2人がまあ高校生の頃かな中学生の頃かな、まあ、出会ってそこからまあ付き合ってて、うん、っていう話でなんですけどもとにかく受けの子が攻めのこと大好きなわけなんですよ。もともとギターを始めたのも攻めがきっかけみたいな2人なんですけどこうシーナの受けの子が突発性難聴になっちゃって、うん、バンドがちょっと休止状態になってしまいしかもどっかにこうフラフラっとどっか行ってたまに帰ってくるみたいなそういう状態の2人なんですよね。でその2人がその今とその過去の2人の出会いとかそのいきさつとかをこう織り交ぜながら話が進んでいくっていうことになっていてもうねあの本当にいけすかないバンド野郎だと思ってたんですよ、うん、私勝手に表紙でね、うん、めちゃくちゃ可愛くて受けの子がそう私の認識は間違っていたとにかく天才でギターめっちゃ上手いんですけどとにかく攻めのことが好きで、うん、攻めと一緒にギター弾きたいみたいなめっちゃ一部そう一緒に楽器演奏したい攻めのギター大好き弾いてみたいな感じの子でこれ予想外ですわというふうになってもう超ギャップも可愛いし、うん、何よりやっぱ攻めが受けのことをずっと一時に思ってるし、うん、やっぱ攻めも受けのギターを天才だと思ってて、うん、で、まあ、天才だからこそ引け目をどこかで感じていて、うん、自分はライターとして音楽に関わって、うん、もうギターはあんまり弾きたくないかなみたいな感じのところをやっぱこの、ね、4巻で回収していくという、うん、なるほど素晴らしい感動的な流れとなっておりますのでもうこの機会にぜひ読んでいただきたい読んだことない人は多分みんなで、ね、読んでると思うんですけど
もう一回読みましょうっていう、うん、でも確かに意外となんかその知ってるけど読んでないっていう人は多いと思う。なんか受けこの表紙から受ける印象よりもなんか数倍くらいいい、うん、1巻のね感じ、うん、やっぱ2巻3巻4巻と惰性で続いてない、うん、もうあの多分書きたくて続いてきたんだろうな、うん、みたいな感じの4巻なので、うん、あのすごくその辺好感が持てるし作品として完成されてる感じがして、あもうなんか落ち着くべきしてこの完結の日かなっていう感じがして、すごく作品としてとても素晴らしい、うん、あの作品でしたので、あのぜひ皆様読んだことない人は読んでみてください。はい、第2位でございました。第2位でした。はい、もしかしたら次の第1位も署名が出ている可能性があるぞ、はい、まあまあ、はい、まあまあそんなこともある。続いて、はい、はい、第1位、あ、出てなかった。お、はい、じゃあ白萌さんからお願いします。私の第1位いきます。じゃん、はい、はい、こちらです。神様なんか信じない僕らのエデン。これはね、はい、素晴らしいですね。そうなんですよ、これあのチルチルのね、あのレビューランキングでずっと上位に、はい、今もあるのかな、ちょっと今もあるんじゃないですかね、多分。どうだろうな、ちょっと今チェックします。チェック中。なんかでもありますね。そうですね、今2位とかですね。2位ですね、すごい。多分皆さんもなんかこれね、あの上下巻で同時発売なので、はい、もしかしたら気になってたって方いるかもしれないんですけど、はい、まあなんか私はいつも買うときはあのなんでしょうね、もちろん坂買いしてる先生はもちろん買って、はい、プラスそのレビューランキングであの上位になってる作品とかもあのパッと目引いたものはちょっと買うように一応してるんですね。でこれもなんかずっとランキング上位いるなと思って買ったんですよ、はいはいはい、であのこれ基本的に私前情報なしで読んで読んだんですよ。本当にでだからあらすじとかもなんかようわからんで読んで、はいはいはい、でこれ本当はあの帯がこうついてるんですよね、はいはいはい、これでその帯もあの知らない状態で読み始めて、はい、あれみたいな、そう、そう帯を見せに読んだら衝撃だなみたいな、これはもしかしてみたいな、うん、これまあ公式から出てる設定なので言っちゃいますけど、はい、これオメガバースなんですよね、はい、オメガバース作品、あの人類初のオメガバースっていう、すごい設定じゃないですか。オメガバース前日誕の、はい、あの物語なんですよね。最初のそう第1号のアルファとオメ ガ, オメガ、そうすごい、そう、それを私は知らずに読んでた。すごい、で読んでてなんかオメガバースっぽいんだよなみたいなであれこれもしかしてオメガバースない世界なのかなみたいな感じで、逆にだからそれは私は新鮮で衝撃みたいな衝撃だったんですけれどもそうでこれはあのこっちのピンクのあの表紙の子の方がある、オメガの子で、はい、でこっちの青い方の表紙の子の方が、アルファということで、まあ王道のね、あのアルファバツオメガっていうカップリングになってるんですけど、はい、高校生ですね。であの本当にある日突然そのなんていうか、この攻めのアルファの子の方はすごく勉強ができる、はい、でお医者さんの息子みたいな感じで、はい、超優等生だ、そう今思えば確かにアルファだみたいな、確かに確かにっていう風な家系で、もう勉強もできてっていう風な家系でね、ザ・アルファっていう風なタイプの子なんですけれども、はい、でその、まあ、クラスメート同級生のこの、まあ、オメガとなる子からある日すごいいい香りが漂ってきて、はい、なんだこの匂いはみたいな感じで、その匂いにブワーッとやられるんですよ。それがまあ今思えばフェロモンみたいな、ね、オメガバースの世界だと。でそのお互いがそのいわゆるこうつがいだったっていうか、その運命のつがいみたいなものだったっていう風になってるんだけれども、まあ、当時っていうかこの世界観の中ではそういう風なものがないからよくわかんないで、うん、なんか変だなみたいな、これなんだろうみたいな、うん、ってなるんですよね。でこのアルファの子は匂いがすごいなみたいなことになってて、でオメガの子の方はもういわゆるヒートが来てしまうで体調悪くなって、で保健室に連れて行ってもらう途中にもう耐えきれなくなって、体育倉庫に連れてってもらって、そこでまあいたしてしまうっていうねあのお話で、まあだから本当にお互いがなんでそうなってるのか分かんないんだけど、ものすごい欲情してしまって体が言うこと聞かなくてっていう、もうエロはすごい濃厚です、これ。いや、そうですね。でただそれが本人たちがそのいわゆる一般的なオメガバースで、これはなんか発情期だからみたいな感じになってなくてよくわかんない中でなんか葛藤しながら、なんかそうなってる具合が悪いんだみたいな感じになってるのがすごくこう見ててあーみたいな、そうだよねみたいな感じにちょっとこう切なくなってしまったりとかね、するんですよこの作品。こっちはそのオメガバースっていうものをなんかだいぶこういろいろ読んでわかってるじゃないですか、うんうんうん、
でこっちは分かってる状態で分かってない2人を見るっていう、でこっちはだからそんななっちゃうのもヒートだよみたいな、フェロモンのせいでみたいな、そういうせいなんだよって思ってるけど、中の2人分かってないから、なんか不思議な感覚に陥るというか、そうなんですよ。でなんかその攻めの方は頭がいいから、自分の膨大な知識の中から、これはもしかして動物の発情期に似てるものなんじゃないかとかで、なんかそれからだんだん自分の中で、なんかこのなんか相手のその西尾くんっていう風にこのね、あのオメガの子は言うんですけれども、に対してすごく特別ななんか独占欲みたいなものを持ち始めて、でなんで自分の中でこんな感情を抱いてしまうんだろうみたいなことで、なんかそこから、あ、これはもしかして狼のなんかね、そういう習性なんじゃないかとかっていう自分の知識を総動員して、なんかオメガバースみたいなところにたどり着いていくっていうのがすごいな、これってすごい。これ一ノ瀬ゆま先生の作品じゃないですか、一ノ瀬ゆま先生って、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、ギフトとか、あの書かれてる先生で、かなりストーリーが、こう入り組んだ重厚なストーリー書かれる先生で、私はこれオメガバースものって知ってて、一ノ瀬ゆま先生の作品で、しかもオメガバース普通に来るはずないと思って読んだんですよ。だからなんか割と、こういう感じで来るの、みたいな、あのもうさすが一ノ瀬先生やな、みたいな感じの作品でしたね。本当に新しいというか、ここまでオメガバース発展してこれが書けんのかっていう衝撃ですよね。そうですね、本当に素晴らしい作品です。でなんかすごくなんかシリアスな話でもありつつ、途中結構コミカルに、はいはいはい、このね、あの攻めの子の方が一人テンパってうわーみたいになってなんかちょっと面白いシーンとかもあったりして、そこでちょっとホッとなんか一息つけるみたいなところもあったりね、して確かに確かに、これはね一気に本当に下巻まで行きました。わかります、なんかどうなるのみたいな感じで結構読めちゃいますよね。そうなんですよ。で私はそんなにオメガバースものすごいなんか大好きみたいな感じではないんですけれども、これはすごいなって本当に思いましたいや本当新感覚のオメガバースということで、これはぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思います。はい、これ文句なし第1位でございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいよいよアンリさんの第1位参ります。はい、気まぐれなジャガーをね第2位にしたってことはね、第1位生半可なものは出せないっていう、何なんだ第1位はみたいなね。はい、じゃあ第1位、はい、タンタンとタント来ました。はい、こちらは書を出しますね。こちらですね、木原のり子先生の、最新作タンタンとタントでございますが、まあ表紙見ていただければ分かります通り、こう田舎のね、こう街で繰り広げられる高校生幼なじみのお話となっております。初映からいい話の予感しかしない、そうでしょうっていう感じなんですけど、まあ、ここに書いてある通り、老後まで見ていたい、どこにでもある特別な2人の話ということで、こうなんか高校生同士で、まあ、田舎の学生ってところでちょっと特殊かもしれないんですけど、割とどこにでもいそうな学生2人が出てくるんですよ。でも異常に仲良しな2人で、幼なじみで片方の攻めがこう前でこうやって立ってる方で、あの麦わら帽子つけてる方が受けなんですけど、2人ももうすごく仲良しで、同じ田舎でそこから高校に通っているので、もう2人で帰って、2人で過ごしてみたいな関係性なんですけど、まあちょっとそのなんていうんですか、ある日2人でエッチなこう、あの写真集みたいのを見た時にちょっと傷してしまって、でちょっと攻めの方がちょっとやってやるよみたいな感じで始まるんですけど、実は攻めが受けのことがもうずっと好きで、でそのクラスの友達でお前ら本当仲いいよなみたいな言われて、でしかもなんか攻めの待ち受け受けなんですよ。あー、出た出た。でその受けの、ま、その受けがね、多分その待ち受けのやつが扉みたいになってるんですけど、あの寝ててなんかお腹出してるみたいな可愛いやつなんですよ。でそれを友達に見られて、こいつ受けのことを待ち受けにしてるけどみたいな、さすがにみたいな言われて、そしたら受けが何してんのみたいな来て、いやこいつお前のこと待ち受けにしてるよみたいに言ったら、いやそんなの友達なんだから当たり前じゃん、ほら撮ろうよ私みたいな、でほら待ち受けにしたみたいな、そういうなんかのそんな軽くね流せるというすごいいい子なんですけど、セミはそれを見て悶々として、でなんで怒ってんのって聞いたら、なんで怒ってんのって聞いて、そんな待ち受けにしてるのなんか、そんな誰でもやるじゃんみたいな、本気じゃないよみたいな感じで言えばいいじゃんみたいな言ったら、
そんなこと言えるわけねえだろみたいな怒られて、なんでみたいなところになったところで、嵐が起きて島に行く、あの交通機関がなくなってしまって、はい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 、2人でホテルで泊まることになるんですよ、うん、でそこねっていう話なんですけど、大変だ、それは大変だよあのね、でこの話、まあ本当にタンタンとタントっていう題名の通り、うん、結構タンタンとお話が進んでいく感じで、うん、2人の男子高校生の日常のお話っていう感じなんですけど、うん、これがね本当に心地よくて、まあ、木原先生はすごくあの絵がね、うん、可愛くて綺麗なので、うん、自然描写とかも結構すごく綺麗ですし、うん、こうなんか老後までこの2人のことをもう見守っていたいなっていう、うん、本当に優しい世界で、あの続編多分まだ出てないと思うんですけど、なんか先生も、まあ、要望があれば出したいです、うん、頑張りますみたいな感じでおっしゃってたので、ぜひ出してほしい。もう本当にこれは癒し、うん、だってマイナスイオン出てますよね。そう、めっちゃマイナスイオンだし癒しの作品だし、うん、こうなんかずっと続いていくのが想像できるというか、うん、2人がもうずっと大人にかと大学入って就職してなんか2人でこういろいろあったもんだありつつも老後まで行ってっていうのが想像できる2人、うん、だからもう本当にね癒ししかないので、もうぜひ疲れた皆さんは読んでほしい作品になっております、うん、という意味で、まあどこにでもあるような特別な2人のお話だなっていうところで、どこにでもある特別なっていいですね、はい、こちら挙げさせていただきました、うん、もうなんか紙で持ってたいタイプの作品ですね、はい、ということでぜひまだ読んだことない方は読んでいただければなと思います、はいはい、というわけで私たちの2021年四半期だ、はい、1月から3月期に発売された商業 BL コミックスのベスト3でございました。はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。はい、もうね商業 BL はね、もうあの毎月毎月大量に新刊が出まして ね、あの特にこう続感がこう出るようなタイプの、うん、単感でこう出るタイプの世界なので、うん、あので作品ね追うのも大変かなと思うんですけど、ぜひあのこういうね BL あのチルチルのサイトとか見て、うん、レビューランキングとかも見ていただいて、ね、あのこういう人気の作品があるんだ、うん、みたいな感じであの読んでいただければなと。多分これが放送されるのはゴールデンウィークですよね、はい、多分積読本とか、はい、ね、あの新刊チェックとかされる方いっぱいいると思うので ね、ぜひこの大型連休で ね、ステイホームで、そうステイホームでおうち時間でたくさん読んでいただければいいかなというふうに思います。はい、あの今日紹介した作品は概要欄とコメント欄に、はい、あのチルチルの作品紹介ページを貼っておくので、はい、ぜひ詳しい情報を知りたい方はそちらにアクセスいただければなと思います、はい、それでは30分くらいかな、 やったお付き合いいただきありがとうございました。ちょっといろいろ途中でねトラブルなどあって申し訳ございませんでしたが、楽しんでいただければ嬉しいです、はい、気に入っていただけた方は高評価チャンネル登録もお願いいたします。というわけで最後はあの挨拶で締めたいと思います、はい、せーの、バイチルー、ありがとうございました。ありがとうございます。また次回。